フィールドパビリオン。このコーナーでは大阪・関西万博に向けて兵庫県内で続々開設中の兵庫フィールドパビリオンを体験リポートしちゃいます。今回は西脇市で播州織について深く知ります。夏休み特別バージョンとして県立西脇高校の皆さんと一緒に田口真理さんがご覧のような体験をします。今日一緒にフィーパビを体験してくれる西脇高校の皆さんです。よろしくお願いします。3人は仲良し？はい仲良しの3人で来てくれてありがとうございます。この播州織については皆さんはそういう勉強してるんですか？今探究の授業で播州織を学んでるんですけど、うん、特産品である播州織に注目して播州織を使って西脇市を盛り上げようという活動をしています。西脇高校では探究の授業の中で西脇市の特産品を活用した地域おこしをグループごとに考えていて、今回参加してくれた3人は播州織を生かして地域を元気にしようと活動しているんです。しかも西脇高校の制服実は播州織なんです。じゃあ皆さんの中ではこう身近にあるものが播州織ではあると。今回訪れたのは播州織の製造販売を行う玉木新芽。玉木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうこのラボの中に入るとめちゃくちゃおしゃれで素敵だなと思うんですが、こちらどういったラボなんでしょうか？玉木新芽というブランドです。播州織で作られてる作品が後ろで作ってるんですけど。あ、そうなんですか。はい、奥で。あ、作業場もこちらにあるわけですね。奥で作ったものをこのショールームで販売しています。なるほど。あ、こちら販売されてるんですね、はい、この素敵なお洋服たちも。播州織の出会いはブランドを立ち上げるときに、はい、唯一無二のものを作りたいと思ったときに大事なのは素材だなと思って、はい、生地を探し回ったんですよ、はい、日本中を、はい、その時に播州織の職人さんに出会ったのが最初のきっかけでした。一点物の生地とかで作ってる人で、一点物の生地って何よってなって、興味津々で語りかけたら売ってるものを買うだけじゃなくて、自分でこんな生地欲しいって言ったら作って出るんだっていうことが分かる。生地を作ってくれる。生地を作ってくれたんですよ、はい、それで面白いってなって播州織、はい、で生地を作って服を作るっていうことを始めました。ではフィーパビ体験スタート。すべて違う作品が並んでるんですけども、色がね、色カラフルですね。これが播州織の先染めと言ってた特徴になります。あ、そうなんですね、はい、糸で染めてから織るから、はい、こういういろんな柄を織りながら作っていけるというのが特徴ですね。わーだよ、すごいよ、すごい、すごい迫力です。こういう染めた糸を織っていく。あ、糸を染めてるんですね。そう、糸をまず最初に染めちゃってからこう織っていくので、はい、いろんな色の織物を作ることができるというのが特徴です。なるほど、糸を合わせていくといろんな色が。こちらがショール、これを織ってます。触ってみてください。はい。お、柔らかい。またふわふわ。ふわふわ。触ってみて。触ってみて。え、ふわふわ。ふわふわ。気持ちいい。だからいろんな織物ができるだよ。本当だ。まさに今織ってますよ。ここから横糸が。おこよ。ふわふわよ。ふわふわ。糸を染める作業から織り機で生地が出来上がっていく様子、さらにはミシンを使った縫製や商品の撮影など、播州織製品を作って販売するまでの全ての工程が見学できます。もう聞けば聞くほど、見れば見るほど感動します。鳥肌止まらないです。やった。鳥肌いただきました。すごくない？すごいね。え、ちょっと待って、お外に動物がいるの。え、羊。あの動物は羊の毛はウールでしょ。はい。
だからマフラーとかショールとか私たちの作品はウールでできているので、その毛を本当にあの羊さんの毛を買ってそれ使ってらっしゃるんですか？これからやりたいからまずは買うことからスタートしたところ。すごい。続いてのフィーパビ体験は播州織を使ったワークショップ。ゆっくりで大丈夫なので怪我しないように気をつけてもらって、真ん中をこんな感じで、そんな簡単に切れるんですか？はい、カットしていただきます。お、すごい。で、出来上がって着けるショール見ると分かると思うんですけど、同じ配色でも柄が違うんで物が全部違うものになってます。ほんまや。なんでちょっとそれも見て楽しんでいただきながらカットできたらと思います。まずは四ツ橋さんからショールのカットに挑戦。うまく切れるかな？ちょっと曲がったかな。続いては足立さんがチャレンジ。お、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。お、いいよ、いいよ。いいね、いいね。そして稲継さんも。あ、また色が変わりました。違う配色のショールになって。素敵。間をまっすぐ。あ、上手ですね。できてます？はい、綺麗。あ、すごい簡単に切れる。うわ、気持ちいい。色や柄が違う一点物のショールができました。続いてはそれにタグ付けを行います。足踏みのミシンを踏んでいただいて、はいはい、ちょっと体験していただこうかなと思ってます。うわ、はい、ミシン触らせてもらえるんですか？はい、踏むと前に進みます。離していただいたら、はい、ストップ、離す、はいはい、もう一個、はい、これで OK です。はい、できた？できました。あ、はい、綺麗に、後ろも綺麗についてます。あ、綺麗、はい、できてる。はい、普段、ミシンを触る機会がほとんどないという高校生の3人、恐る恐る作業を進めます。ちょっと押さえてもらって。あ、すごい。あ、戻って戻って。そうですね、一回塗ってるんでね、結構安定して戻ってくるんです。はい、綺麗です。綺麗です。綺麗にできました、はい、まさに教えてもらってですね。素晴らしい。緊張感で、ありがとう。応援ありがとう。お疲れ様でした。一番不器用でした。すいません。世界でただ一つのショールが完成です。さあ、今回一緒にフィーパビの体験していただきました。どうでしたか？その全部一から作ってるっていうのを知らなかったので、そこを知れたのがすごく良かったです。人の関わりがすごく多くて、ちゃんと愛情がこもってることにびっくりしました。いろいろ初めて見たところが多くて、すごい勉強になりました。やっぱり見てもらうことで感じることっていっぱいあるじゃないですか。それをやっぱ言葉だけで語ってって伝えていくってすごく難しいので、実際に体験してもらって感じてもらって、またそれを人に伝えていってもらえたら嬉しいなと思います。あの、今回、はい、あの体験させていただいた以外にも、そういったあのフィーパビのプログラムっていうのはあるんですか？季節によってはコットンの種まきとか、コットンのパッと開いた綿を取るとか、季節に応じて、はい、あのいろんなオプションがあります。動物さんの毛刈りとかもする？うわ、すごい。いろいろあるの。そうなんです。そこからもじゃ体験も、はい、いろいろとこれからどんどん増やしていこうと思います。あ、すごい。全部やりたくなりますね。ぜひ。最後にフィーパビへの思いをお聞きしました。やっぱり物を作って売る立場として、どうやったら長く使ってもらえるかなって考えた時に、どういう思いでどういうふうにどんな苦労してっていうことをみんなに知ってもらうのが一番いいなと思って、作った人の思いとか気持ちとかがやっぱ分かるとね、大事に使うじゃないですか。なんかその一歩になってもらったらいいなと思ってます。いや、でも今回も本当にすごいいい体験をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さまざまな体験が楽しめる兵庫フィールドパビリオンは県内各地で展開中です。またフィーパビを体験してプログラムの魅力向上に向けご意見をいただく県民モニターを募集しています。最新情報は公式ホームページでご確認ください。
兵庫県には都心部や主要な地域などを通る大規模な交通機関も多くて便利なんですが、ローカルな場所にある地域交通も県民の皆さんの生活にとても大切ですよね。そこで今回は地域交通として頑張っている北条鉄道をご紹介しようと思い、ここ北条町駅にやってきました。今回ご紹介する北条鉄道は、西市の北条町駅と小野市の青駅を結ぶ 13.6キロ、8つの駅があるローカル鉄道です。地域の人々の足として活躍しているのはもちろん、実は観光にも力を入れているんです。そして各駅周辺にはとっても美味しいグルメもいっぱい。そんなスポット巡りをサポートしてくれる相棒が、なんとなんと自転車と一緒に列車に乗ることができるんです。そう、北条鉄道では自転車を列車内に持ち込むことができるんです。西市内には播磨中央自転車道という自転車用の道路も整備されていて、サイクリングに最適なんですよ。ということで北条町駅でレンタサイクルを借りた心さん、いざ北条鉄道グルメ旅に出発。うわすごい、電車に、いいんですか、なんか新鮮ですね。乗ったらあかんことしてるみたい今田んぼの海が広がっててめっちゃ景色綺麗ですね。癒される。心さんと自転車を乗せた列車は最初の目的地播磨下里駅に到着。国登録有形文化財でもある播磨下里駅は大正4年に建設された歴史ある木造駅舎です。いい雰囲気の駅ですね。この辺に食堂があると聞いたんですけど、あれ？これちゃいます？とやってきたのは駅の真ん前にあるぬくもり亭。ここに人気のメニューがあると聞いたんですけど、あのね、卵かけご飯を提供させていただいております。卵かけご飯、はい、どんな卵かけご飯なんですか？あのね、兵庫県の地元の卵なんですけど、夢王っていう卵なんですけど、卵かけご飯のグランプリで3年連続1位になった卵。実績大ありじゃないですか食べたいですぜひ。贅沢に極上卵を2個使用した絶品卵かけご飯、そのお味は？おいしい。今からまたサイクリングスタートするんですけど、はい、ぴったりでございますありがとうございます。なんで卵かけご飯を作ろうと思ったんですか？北条鉄道の撮り鉄の方やパッと出せるものをと思って卵かけにしました。はい、はい、卵かけご飯って確かに出ますもんね。はいはい。ちなみに北条鉄道好きですか？大好きですね。大好き。どんな存在ですかお母さんにとって？いや、もう西市にはなくてはならない鉄道ですね、うん、お買い物に行ったり、うん、病院に行ったりとかして、うんうん、絶対になくしてはいけない鉄道です。はい、そうですね、はい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 。お腹を満たし播磨下里駅周辺を少しサイクリングした心さん、再び自転車と一緒に北条鉄道に乗車です。次に下車したのはこちらも歴史ある木造駅舎のホッケ口駅。ここにユニークな駅長さんがいると聞いたんですけども、あ、この方かな。あ、こんにちは。あ、こんにちは。あの、ボランティア駅長の遠藤と申します。ボランティア駅長。はい。ボランティア駅長って何ですか？北条鉄道ではですね、はい、あのボランティアで各駅に駅長がおりまして、はい、駅長業務とその自分の特技で、駅に貢献、北条鉄道に貢献する、あの、業務をやっております。特技っていうのはどういうことですか？私の場合はあの絵手紙をやっておりまして、こちらの方であの絵手紙教室を開催しております。絵手紙教室、めっちゃ面白そうじゃないですか？あ、ぜひぜひあのやってみてください。体験できるんですか？もちろんです。
ぜひじゃあよろしくお願いします。お願いします。ホッケ口駅のボランティア駅長遠藤さんが駅舎の中で行っている絵手紙教室、心さんも体験させてもらうことに。じゃあまず輪郭から描いていくんですけど、はい、ああなるほど、なかなか列車、線路、そうですね、赤もちょっと紫、赤っぽい感じ、赤っぽい紫で、こんな感じで、ね、すごい、あ、まんまですよ、すごい、そうですね、じゃあこれで、あの、いえいえ、色で色塗っていってみましょうか、はい、おー、楽しい、ありがとうございます、いつぶりや、こんな感動、いい感じですか、いい感じですか、あ、上手、わあ、少しずつ完成に近づいていってますよ、遠藤さん。最後に名前をしたためて完成。北条鉄道すっきゃでございます。はい、出来上がりです。遠藤さんと私の愛の結晶でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。遠藤さんが番組へのメッセージを書いてくれました。わあ、すごい。出来上がりです。毎週見てます。しかと受け取りました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。改めてですけど、北条鉄道ステーションマスターについてどう思われてますか。そうですね、地域の人間がですね、北条鉄道を一丸になって盛り上げるっていうのがね、非常にあの有意義な活動だと思っております。私自身ももうかあの体力が続く限りやっていきたいなと考えております。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ホッケ口駅、もう一つの名物がこちら。駅舎内にある今屋のハンバーガー兵庫です。ハンバーガー愛好家によって全国3位に選ばれた福岡で人気の今屋のハンバーガー。ホットドッグスタイルのその味を受け継ぎ、去年10月にオープンしました。人気ナンバーワンメニューエッグバーガーチーズをいただきます。わあ、うまい。うん。わあ、うまい。パンまずカリカリに焼かれて、中のハンバーグもぎっしり。わあ、ちょっと感動的です。久保さん、ほんまに美味しかったです。ほんまに美味しかった。もうそれが一番幸せ。もう私が幸せです、本当にも。ありがとうございます。久保さんの、うん、なんかおすすめスポットありますか。あ、ね、今もうこの猛暑で暑いから、はい、かき氷なんてどう。あ、めっちゃいいめっちゃいいですね。ちょっと行ったところに福倉さんってあるんだけど、はい、そこのかき氷がなんか季節限定ですごいいいみたいなんで、ぜひぜひ。久保さんおすすめのかき氷を目指して、景色を楽しみながら自転車で走ること10分ちょっと。老舗の酒蔵福錦が営むお店、福蔵に到着です。明治時代の蔵を再生させたこちらのレストランで季節限定のかき氷をいただきます。和三盆練乳氷でございます。うわ、ありがとうございます。仕込み水といいまして、お酒を仕込むときに使うお水をの軟水の氷を使った優しい甘さのかき氷でございます。わー、すごい。ふわふわ、うまい。こちらは赤えんどう豆を使った豆かん氷。この赤えんどう豆、おいしい。最後に高校3年間北条鉄道で通学していた稲岡さんにその魅力をお聞きしました。北条鉄道って一駅一駅ちょっと景色が違うというか、駅ごとにいろんな風景があるっていうのは北条鉄道の一番いいところかなと思ってます。たくさんの人に北条鉄道に乗っていただければ本当にいいかなと僕は思ってます、いや、自転車も一緒に乗れる北条鉄道楽しかったですね。皆さんもぜひ北条鉄道を使って旅してください。じゃあ私も再び北条鉄道乗って最終の青駅まで行ってきます。
8月24日土曜日、南淡路市文化体育館で兵庫ヒューマンフェスティバル2024 in 南淡路を開催します。午前10時からの淡路人形浄瑠璃恵比寿舞でのオープニングに始まり、11時からは元サッカー女子日本代表の澤穂希さんによる人権講演会、そして午後からは兵庫人権大使の小林百合子さんとの健康ジョギング教室や澤穂希さんとのブラインド&ウォーキングサッカー体験教室などを行います。一部募集を締め切っているものもありますが、入場無料で多くのイベントを用意し、たくさんの方のご参加をお待ちしています。詳しくは兵庫ヒューマンフェスティバルで検索してください。兵庫県では行政の広報を県から県民の皆さんへの一方的なお知らせにとどめず、一緒に作り上げていくカルチャーを大切にし、県の職員とともに力を合わせて活動していただく輪を作り広げる取り組みを行っています。その一環として、県広報の一翼を担ってみたい県民の皆さんと兵庫エディターズクラブというチームを作り、現在その立ち上げメンバーを募集しています。活動の内容は編集会議への参加、県の各部署からの依頼を受けての取材や編集など。参加ご希望の方は専用フォームからご応募ください。締め切りは8月23日金曜日です。資格や定員など詳しくは兵庫エディターズクラブで検索してください。今週のプレゼントはザッツフィーパビで紹介した玉木新芽オリジナルのルーツショールスモールを5人の方に。肌に触れた時に心地よい綿 100% の播州織です。ご応募はハガキ、ファックス、番組公式ホームページと X から。締め切りは8月28日水曜必着。たくさんのご応募お待ちしています。